KQ2000 系電車、KQ2000 系電車、KQ2000 型電車は、かつて、京浜急行電鉄に在籍していた電車である。主に快速特急用として設計され、72両が製造された。本港では、KQ 本線上で南側を、浦賀方、北側を、品川方、東側を、海側、西側を、山側と呼ぶ。 千警は1959年、昭和34年登場の千警、初代、新千警は2002年、平成14年登場の千警、2代、800系は1978年、昭和53年登場の800系、2代、700系は1967年、昭和42年登場の700系、2代、600系は1956年、 昭和31年登場の600系2台を指すものとする。快速特急に使用される600系の後継者として、特に長距離旅客のサービス工場を狙って製造された。料金不要でありながら有料特急に被験し得る内装を持つこと、快適性とラッシュ時への対応の両立として、2、扉クロスシートとしながら、扉付近の立ち席スペースを広く取ったこと、 時速 120km 運転を睨んで、軌道加速度を犠牲にしながら均衡速度時速 130km 以上したこと、800系のシステムを継承しながら、主電動機出力を向上し、編成中に付随車を挿入して、経済性を追求したことなどが特徴である。8両編成は3両1軍の電動車ユニット2つの間に付随車を2両挟んでいる。の信号システムは、 戦闘台車が電動台車であることを前提に設計されているため、4両編成の場合には、電動車ユニット3両の中間に制御回路を引き通した付随車を1両バサミ両戦闘車を電動車としている。車種構成は、8両編成が裏側方から M1CM2M32TSM1M2M3C、4両編成が同じく M1CM2TM3C である。 また、京急で初めて連結機に電気連結機付き回り子式密着連結機を採用した。1983年、昭和58年、鉄道ともの会ブルーリボン賞を京急の車両としては初めて受賞した。8両編成と4両編成それぞれ6本、合計72両が1987年、昭和62年までに製造された。 1998年、平成10年から2000年、平成12年にかけて3、扉ロングシートへの格下げ改造が行われた。車両番号は4桁で表され、1桁目は系列を表す。2、2桁目は編成量数を表し、8両編成が0、4両編成が4である。3桁目は編成番号を表し1から不満する。 4桁目は編成内の位置を表し、裏方から8両編成が1から8、4両編成が1から4となっている。それぞれの編成については、裏が方戦闘車の番号から2011編成、2411編成などと呼ぶ。設計途中での仮称は 900K だった。全は中央上部に棟、側面客用扉は 片引き戸方式といった従来からの伝統的軽球デザインを打ち破り全面倉庫に降りて微灯と一体化したケーシングに収められ二灯を装備した全小灯や軽球としては初の採用となる両開き式の客用扉など画期的なデザインを採用した車両全面は悲観通式で左右非対称の大型の窓ガラスを採用し腰部で 福の地型に折れたスピード感あふれる戦闘部デザインとともに京急のフラッグシップトレインとして衣装が凝らされた。この戦闘部デザインは800系開発時にデザイン案が出されながら採用されなかったものをリファインしたものである。外反塗装は赤い車体に窓周りを白とした当時の800系の塗装を踏襲したが本形式の登場後はこの塗装が優等列車用 当時とされたため、800型は赤字でそうかに、白帯の他の一般通勤者と同のものに変更された。片側に扉をオールクロスシートで登場した。クロスシートは扉間で集団見合い形、車端部はボックス式に配置されたほか、出入り口付近に折りたたみ式の補助座席が備え付けられ、換算時の着席率向上に寄与した。補助は運転室からのスイッチ操作で、 電磁ロックできる。運転台の直後は、モーター点検外を設けた関係で、クロスシートではなく、袖仕切りは木目模様のロングシートが配置された。吊り革は、上高扉付近にのみ装備されていた。他社の私鉄特急に見られる転換クロスシートを採用する案もあったが、製造費が高くなるほか、車両重量が重くなり、終着駅での方向転換が必要になることから、 見送られた。固定式としたことで二人がかり部 850mm、ボックスシート部 1720mm のシートピッチでも必要十分な空間は確保されており、座席それ自体の掛け心地も適切な形状と相まって良好であった。なお、転換クロスシートは本形式の後継者である2100型で採用された。集団見合い型の座席配置は、 せずりが深く取れることや足元を広く取れること、プライバシーを保てること、グループ客に喜ばれることなどから採用された。また、京急では、車体長が短く制限されていることから、車内が狭い印象を与えないためとも言われている。この配置については、1970年代後半に、フランス国鉄、SNCF のパリ近郊区間で、 導入れた Z6400 系電車を参考にしたとされている。客室側窓は横引きカーテン併設の固定窓であるが、車体中央及び車端のボックスシート部は二連式の加工窓で、またロングシート部は強幅の加工窓となった。加工窓部カーテンには横引き式とともに巻紙式が併設された。製造当初、窓が開けられることが多い季節には、 横引きカーテンが車外に吸い出されることを防止するため、加工窓部の横引きカーテンを撤去していた。また、当初より車端つま面部に窓は設置されておらず、各車とも連結面にはドアチェック機能付きの貫通扉を装備している。車内のカラースキームは暖色系が採用されており、座席は窓側がライラック、ピンク系、通路側が円磁色と分けられ、壁面は 模様入りのベージュ系で、客用扉の車内側にも同じ模様の化粧板がられており、つま面が木目模様でまとめられていた。また、床面にはコルクを模した模様が施されたほか、ロングシート部を除いて、網棚に FRP 製の前円、ベージュ色が装着されている。車内灯には蛍光灯カバーが設けられている。M3M1T 車に搭載。 サハ2000型に搭載。4両のみ、改造で取り付け。1982年12月に落成した、先行量産的要素を持つ車両。2000型で、唯一2社で分けて製造した編成で、裏が型4両、2011から2014が、東急車両製、品川型4両、2015から2018が、川崎重工製。これ以降の製造者とは、 細部が異なる。1984年5月製造者が営業開始した頃までは補助椅子が使用されておらず、また屋根県部広告は掲出されず、中釣り広告も京急の広告に限定されていた。2011編成の使用実績をもとに細部に設計変更が施された。今回造備の代替として600系の廃車が始まり、16両が廃車された。 造血用4両編成2本を含む3編成16両が製造された。12連の通勤回得にも充当されることとなり、600型は定期回得運用から外れた。8両編成では補助電源装置をパンタグラフのない中間電動車、3号車、6号車に搭載していたが、4両編成では該当する車両がないため、これを T 車に搭載している。 4両編成は2、扉時代はその後の造備車も含め8両編成で、運用される場合は必ず同時に製造された編成同士を組み合わせていた。主な設計変更点は書き、大体として600系8両が廃車された。前回製造者から設計変更はない。この年の3月末をもって600系16両が廃車され全廃となった。 今回の増備で日中の解読所定8、運用すべてを2000型で賄えるようになり、京急も、その旨を宣伝したが、実際は、予備者に余裕がなく定期検査入場時などは、昼間でも1000系の解読運用が見られることがあった。最終増備車前回、前々回製造者から、設計変更はない。前回製造分で、増備は完了の予定だったが、夕方。 夜間時間帯の下りえ特の12連化に伴い、追加製造された。製造後に、多種の改造工事が行われている。他編成と異なる仕様が多かった2011。編成だが、1983年、昭和58年に、初めて重要部検査入場した際に、運転台デジタル時計撤去、車端物理カ増設が行われた。その後、 1989年頃の定期、検査入場時に座席が交換され、1984年以降、製造者と同様に、シート下の足元のけこみ板にへこみを設置、肘掛け支柱の形状、色が変更された。同編成では、補助イスカバー色が2021編成登場までに何回か変更され、補助イス自動復帰機構の調整も繰り返し、行われていた。 1995年、平成7年4月のダイヤ改正直前の同年2月21日より、時速 120km 運転を一部列車、区間で実施することに伴い、時速 120km からの非常性同時の停止距離を 600m 以内とするための改造工事が車を対象に行われた。元空気ダめ圧力を増加させたため、通称、増圧ブレーキと呼ばれる。 貫通時切り扉を確実に閉じることで車内の低騒音化を狙って設けられた貫通時切り扉ドアチェック機能だったが開閉時に扉が重くなるため1997年頃に撤去された登場以来快徳運用を中心に使用され車歴の浅い車両ながら走行距離が伸び足回りの老朽化が懸念されたため快速特急減 海徳を中心とした運用を、後継のクロスシート車2100型に譲り、3、扉ロングシートに改造して、ラッシュ時中心に使用することになった。ロングシート化された、本形式が玉付きで1000型や700系の運用を置き換えていった。この改造は、車体の中央部分を切り取ってから、戸袋と出入り口を開口した側構え体を、 溶接する形で施行され、最初の2011編成のみ、等急車両製造で、その他は、京急車両工業、現、京急ファインテックで施行された。先頭車には、車椅子スペースが設置され、車端部のクロスシートと補助座席は損置された。ロングシートは京急で初めて片持ち式座席が採用され、袖仕切りは大型のものとなった。カーテンは、 従来の横引き型のままとされた。側面の塗装は窓回り白の優等列車塗装から赤一式に倉庫の白帯が一本の通称一般車塗装に変更された。同時に車端部の KHK のロゴは軽 q に変更され、側面に取り付けられていたサボウケは撤去されている。2011編成のワイパーの向きはこの改造の際にいた編成と揃えられた。 改造時に取り外されたクロスシートは、京急車両工業の工場一般公開時に販売されたほか、アメリカ海軍横須賀基地の送迎用バスや、鉄道総合技術研究所、JR 総研が所有するフリーゲージトレンに流用されたものがある。また、東京観光専門学校の鉄道サービス、実習室の座席にも流用されている。2100系の装備につれて、 格下げ改造が進み、最後まで残ったオリジナル車両、2051編成も、2000年、平成12年8月27日のラストランを、最後にすべて改造された。本形式の電気連結機配列は1500、系以降の形式と異なっていたが、2000年、平成12年7月22日のダイヤ改正で、分割併合列車が大幅に増えたため、 配列を変更し、た形式と連結が可能になった。4両編成は、当初単独運用を考慮しておらず、空気圧縮機が1台しか搭載されていなかったが、2000年、平成12年7月以降単独運転される、機械が増え、空気圧縮機が故障した場合運行不能となる子を、防ぐため2003年12月から2004年3月に、かけて、裏画法先頭社に、 廃車発生品のロータリ式空気圧縮機 AR-2K を搭載した。2000年代に入ってからは、行き先表示器の字幕を白字黒文字、英語兵器のものに順次変更された。2000年代から、転落防止用外ホロの設置が進められた。2002年から、冷房装置が1500系更新車などと同様の CU-71EG1 に順次、交換された。 1982年、昭和57年12月27日に営業運転を開始し、以降2100系統上まで、夏台や時、定期検査時などを除き、基本的に休日及び平日日中の快速特急を中心とした優等列車に運用された。格下下改造後は、ラッシュ時の優等列車、特急、海徳とエアポート急行、 羽田空港から新図士館を中心に運用されていた。先頭車の車体長が、都営地下鉄浅草線相互乗り入れ協定より長く、800系同様前面に非常用館通路がないため、運用は品川以南の自社線内のみに限定されており、品川以北や都営地下鉄浅草線への乗り入れは不可能である。二千十年十月十三日には四百十一 編成と2441編成が初めて大支線に入線し、京急川崎小島新電管で試運転が実施され、2010年11月3日には2411編成が初めて大支線で営業運転を行った。京急車内で使用されている列車の車両組成を表す表には8両編成は 8MT、4両編成は 4MT と表記される。 2011編成、2051編成は、五条用列車としても運用されたことがある。2011編成は1984年、昭和59年2月に、浦賀で行われた小船日本岸の浸水式の際、金城天皇皇后が皇太子、同飛時代に、浦賀に向かうために、デッハ2016に乗車し中央部のボックス席に着席なされた。 2051編成には1986年昭和61年3月に同様に金城天皇皇后が皇太子同飛時代に京急油壺マリンパークを訪問した際に運用された1985年10月16日から爽やかアップ京急運動の一つとして2031編成を使用して社内に京急沿線の幼稚園 小学校の園児や児童及び各サークルが描いた絵画や写真などを展示する沢カギャラリー号の運行を開始した。1986年3月から2011編成に変更され、1997年11月には2011編成の格下げ改造のため2061編成に変更されたが、1999年3月31日をもって終了した。 カキの特別塗装自自自然で若干装飾が異なっていた。1995年まで存在したカキダイヤでは、本形式は号車指定列車、ミュージックトレイン号に運用され、毎年8両編成3本にミュージックトレイン号用に号車番号を窓に掲示、車内には出演歌手の PR ポスターが展示するなどの特別装備が施された。2031編成が、 ミュージックトレイン号を要装備とされた年は、期間中、爽やかギャラリー号としての運行を休止していた。1988年から1991年まで、京急創立90周年を記念して8両編成2本、2011編成、2041編成に特別塗装が施された。二千十一編成は、爽やかギャラリー号の特別塗装車として、 2041編成はファンタジックトレインミライ号として運行した。デザインは栗幼ジによる。1989年1月7日の昭和天皇崩御の際は戦闘車前面にも賞を重布して運転された。2011編成は1990年の相模湾アーバンリゾートフェスティバル1990開催中にはサーフ90号として運行された。 1992年、平成4年から夕方ラッシュ時下りのみ、運転の号車指定制列車、k 急ウィング号に2100型に置き換えられるまで運用された。2011年1月には2011編成がニューイヤーラッピングを施して運行された。これは2011年と2011編成にちなんでいる。2013年には2011編成が 登場時の塗装に戻された。同年1月17日に2000系、登場30周年を記念し2000系リバイバル、塗装電車を1月下旬から運転を発表、行き先種別表示や表記類、車内設備等の車体の塗装以外の変更はない。同時に記念乗車券も発売された。2018年1月には、2011編成に、仮称ステッカーが掲出された。 これは2018年と2011編成の品川寄りの先頭車2018号にちなむ。もともと優等種別で運用されていた上に、高速走行向けのモーター、3度赤改造の影響や登場から30年が経過したことで老朽化が進み、加えて品川駅から先への乗り入れ不可能な構造が影響し、通常の車両よりも加速度が低いため、 運用に支障が出ていることから、2012年度から廃車が始まった。なお、4両編成のほとんどは8両編成よりも早く廃車になっており、30年足らずで廃車になっている。2018年3月には、最後に残った2編成についても同月中の引退が発表され、3月25日には2011編成、リバイバル塗装を使用した特別貸し切り列車。 ありがとうに0系を実施した。この列車では、ブルーリボン賞受賞記念ヘッドマークを模したステッカーが全面に貼り付けられ、3月28日の運用終了までその姿で運行された。現在でも栗浜県社区内にいるため、その姿を見ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。